ヌースフィアって何第12回孔子の人格を理解する8学長おはようございますこんにちはこんばんは砂渕陽子です前回は自分が誰かをわかっているというお話をしましたが同時にその境界は曖昧であることもお話ししました そもそも私という存在が環境に支えられていて、生きている環境がなくなると、自分自身も存在できなくなることは何度かそれとなく伝えてきました。つまり、自分一人だけが存在することは無理なのです。環境の中にある様々な存在との関係の上で、自分というものがはっきりとしてくる。 だとすると、環境の中にある様々な存在との関係を異なった視点で見ることで、自分という存在も異なったものに見えてくることがあります。ヌースフィアって何の第5回目に、ホロンの説明をしました。ホロンは上位や下位の状態によって変化せざるを得ません。それと同じように、意味というものも上位や下位の状態で変化するのです。 かつてヒーリングライティングというワークショップでいろんな人とリフレーミングについて学んでいたことがありました。リフレーミングとは例えばこんなことです。自分が強く何かを思い込んでいるとしましょう。その時、その思い込みからどうやって離れるか。その方法の一つがリフレーミングです。自分は文章を書くのが下手だ。 といいう思い込みがあったとします本人にとってはそれは思い込みではなく事実として存在するでしょう。それを思い込みだと認めそこから脱する方法があるとしましょう。それは人によって微妙に異なるものなので、 これから説明することで必ず思い込みから脱せるものではありませんけど簡単な考え方を理解するためのものだと思って聞いてください。自分は文章を書くのが下手だと思い込んでいる人はまず文章を書きたがりません。下手だと思い込んでいるからです。その思い込みから離れるためには実際に文章を書くしかありません。 でもその状態で書けば書くほど下手だという思いが募るでしょう。なぜなら下手だという思い込みとともに書いているからです。ではどうしたらその思い込みを手放せるのか。まずは文章を書いて遊ぶことです。遊びであるならどんな表現も許されます。ダジャレを書き連ねてもいいし、どうでもいいことを書き続けてもいいし、 意味ののないいいいことを書いてもいいのですそうやって適当に書いた文章のうちで他人が見て面白いと思ってくれそうな文章だけまずは褒めてくれそうな人に見せるのですそうやって自信をつけながら一方で自分の文章はどうしたらうまくなるのかを自分で考えるのです人間はみんなかなり複雑なことを考えることができます その力を信じるのです。なぜ複雑なことを考えることができるのかは誰も説明できません。でもできるのです。教わるとしてはなりません。教わると自分には複雑なことはできないという思いを強めることになります。そうやっていろんな文章を書いていくと、そのうちに個性的な文章であれば何の苦もなく書けるようになるでしょう。 ただし、結果を急いではなりません。時間をかけて少しずつの変化を受け入れるのです。こうして文章をほぼ毎日書き続ければ、1年くらいで書けるようになるでしょう。ある程度書けるようになったら、文章の書き方についていろいろと学ぶと、さらにうまくなるヒントが見つかるでしょう。このようにして、文章がある程度書けるようになった人がいたとしましょう。 その人に何が起こったのでしょうか。おそらくその人にとって文章を書くというのは、うまく書かなければならないという思い込みとともに書いていたはずです。そうすると、些細な間違いや祖母に敏感になる。だから書けない。でも、遊びだと割り切ると、些細な間違いや祖母にあまり過敏でいる必要はなくなります。その上で書いた文章を、 もし誰かに褒められれば、それがその人にとっての事実のようになっていきます。このような段階を踏んでいくとき、その人の心は少しずつリフレーミングされているのです。リフレーミングとは、リフレーミングであり、自分が抱えている枠を付け替えることです。自分は文章を書くのが下手だと思っている人が文章を書くとき、 必ずうまく書かなければならないという状態で書こうとしていました。それが文章を書くのに遊びのように自由に書くという状態を受け入れることで文章を書く意味やその時の感情が変化したのです。ヌースギアって何の第9回や第10回に人にはいろんな立場があるという話をしました。立場によって考えることが違い取る行動も異なるでしょう。 同じ人でも前提となる立場が違えば考えることが変わるとともに感じていることの意味や感情も異なるものになることがあります。つまり違う立場からものを見ることで自分自身にリフレーミングを施すことになることもあるのです。この話が理解できない人は無理に理解しようとする必要はありません。すんなりと受け入れられる人だけが受け入れられれば いいことです。理解したいけどできないという人は、無理やり理解しようとするのではなく、リラックスすることをお勧めします。僕もかつてはよくわかりませんでした。興味を持ち続ければ、あるとき、ポンと理解できるようになるでしょう。さて、自分に想定する立場によって考え方や感情や物の見え方が違うことに気づいた人は、 他人にもそのようなことがきっと起きているのだろうということが想像できるでしょう。そして他人の感情を正確には味わえないことも理解できるでしょう。人は生まれてから今までに体験したことがみんな違います。同じ体験をしたとしてもそれを味わう土壌が違うのです。工事の人格を得るためにはそのことを理解する必要があります。 では、他人のことを正しく理解することはできないのでしょうかできるとも言えるし、できないとも言えますね。それがなぜかは、今までの話を理解した人にはわかるはずです。人間は、どんなに発達しても、宇宙の一部しか知りようがありません。宇宙のどんな要素にも、無限が絡んでいます。それは、理解しようがないもの。 しかし人間は宇宙の一部の要素の表面を知っただけで全てを知ったと思いがちです。どんな生命も内部に宇宙のような広がりを抱えているものです。つまり一人の人間でも宇宙のような広がりを持っているのです。当時の人格はその広がりをそのまま受け止められるそういう人格なのだと思います。だからこそ いろんな人や生命や他の存在ともつながることのできる人格なのです。なんとなく工事の人格が分かったでしょうかそのような人格だからこそ、他の存在を尊重できる。自分の立場や意見に固執することなく、多くの存在の考えや思い、置かれた立場などについて考えることができるのです。どんな存在も、 何十億年という時間とともに変化、進化してきたのです。その時間の体積がその存在をその存在たらしめています。残念ながらそれらすべてを尊重するような文化に僕たちはまだ生きてないようです。しかし、そのような存在と共進化してきたからこそ今の自分があるのです。自分がなぜ言葉を使えるのかあなたは説明できますか 端的に言うと、地球という安定した環境があり、その環境の中で強進化してきた生命がたくさんあったからです。それらとの関係性が今の私たちを作ってくれました。もし人間に進化する類人猿がいたとしても、他の存在が存在しなければ人間にはなれなかったし、言葉を獲得する必要もなかったでしょう。 他の存在とともに共進化してきた人類は、そろそろ次の人化に手が届きそうです。それは他の存在とともに進化してきたのと同時に、人間が作り出した様々なものによってさらなる共進化を促されているからです。一度に処理すべき情報の量を飛躍的に高めるべき時が来たようです。 専門知識をたくさん詰め込みリラックスすると時々飛躍的なアイデアが生まれることがあります。それがなぜ起こるのか誰も説明できません。でも人間にはそういうことが起きるのです。そういうことを起こせる人を天才と呼びましたが、おそらく人類はその方法のようなものを学びつつあり、理屈はわからなくても天才的ひらめきを得る人を増やしているように思います。 かつては世紀の発明と言われたものは100年に一度でした。しかし最近では100年に一度のような発明が数年に一度になり毎月起きるようになり次から次へと生まれるようになって新しいアイデアを全て追い続けるのは大変な状況になってきました。なぜそのようになってきたのでしょうメディアの発達が大きいでしょうね。 いろんな専門的知識が時とともに簡単にいくらでも入手できるようになってきたのです僕が幼い頃は物事を積み重ねるように学んでいました今はたくさんの具体的事例と成功例を見ることによって基礎から積み上げるのではなく応用例をいきなりさらに応用して新たな分野を作ってしまう人が増えたように思います 別分野のホロンとホロンを無理やりつなげて新しいホロンを作るようなものです。このようなことが可能になった時注意すべき点があります。次回はそれを説明するためにちょっと別のフェーズに飛びます。僕たちが考えていることの全体を有機的に捉えるためでもあります。今回も長いお話に付き合っていただきありがとうございました。ではまた次回。さようなら。 Thank